小手切り、君も歌をたしなむそうじゃないか。同行の師がいるとは嬉しいな。おう、河川。おそらくあなたは勘違いをしている。うん？同じ細川にあった刀。趣味趣向が似ることは不思議ではないと思ったのだが。そうじゃない。私がやるのはこう、歌ったり踊ったり、と、今風の方なんだ。なるほど。僕がたしなむのは伝統的な方だからね。ああ。だが、せっかくだから応援してくれ。私がいつか、ステージで観衆を沸かせるその日まで。